はい、こちらなんですけどね。こちらね、ものすっごい出来がいいんですよ。うん。これね、ちょっとね、詳細を忘れたんですよ。で、買った時もね、詳細的なこと、要はこれがね、何にあの入ってたかとか、どういう時に販売されたとかね。ほんで、いつとかね、そういう詳細的なことを全く考えずにね、 かわい,い出来がいいなっていう風に買ったと思うんですよ。はい、こちらの方をね、紹介させていただきたいと思います。なまだにね、ちょっと思えてないのとね、もうこれね、名前が、そう、検索しようがないのでね、うん。でしょ <laughs> で、えっ、ー、と、どう言ったらいいんですかね、ガチャガチャみたいなね、ああいう質感じゃないんですよ。これね、なんかこう、石に近い質感のやつなんですけどね、これほら。ものすごい出来いいですよね。これ、セントバーナードで合ってますね。 ね、これ重たいんですよ、ね、これね、うん。なんかちょっと石の質感に近いんですよね。これで、ね、ほら、ベロも出してるしね。重たいんですよ。これと、これ、これコギーでいいんですかね、犬の名前。かわいいでしょ、ほら。目がね、綺麗なんですよ、ほら。 これね、目がね、えっ、ー、と、なんかね、ガラスなんかな、これ。なんか綺麗なんですよ、ほら。違うでしょ、ちょっとこの、周りのこのね、質感とね。うん。これほら、かわいいでしょ。この尻、ね、尾がちょこんと出てるところとね、この裏とかも全部ね、ほら、ものすごい出来がいいんですよ。ほんで、な,なんかわかるかなと思って、ここみたいな、あの、チャイナしか書いてないんでね、メイドインチャイナってことですよね。うん、めちゃくちゃ出来いいんですよ、これ。こちらと、 で、これ見てください、ほら。<laughs> これも可愛いでしょ。あどけないでしょ。あの、僕を買って、みたいなね。うん。これもね、名前も何も書いてないですよ。チャイナしか書いてないでしょ。これね、ものすごい犬好きな人にね、これ4つとも欲しいって言われたことあるんですけど、これでもね、ほん、これね、だ、これ本当にダブってないです。うん。ほんで、ダブってたらあげたりしたんですけどね、これちょっとダブってないのと、ものすごい僕の中で出来がいいんで、 これね、あげれないんですよ。これ、<laughs> これいいでしょ、これ。もうこんなにたまらないですよね。これ何やろうね。もしね、わかる人がいたら、ほら、可愛いでしょ。もうこの角度、どっから見ても可愛いほら。<laughs> ね。あの、もしあの、犬好きな人がいて、これね、何の犬かわかったら教えてください。コギ、コギじゃないんかな。ごめんなさい、僕もね、<laughs> 動物好き好き言ってる割にはちゃんとわかってないんで。 かわいいでしょ。こんなんもいたらね、もう僕、あの、耳とか感じやしそう。かわいらしくてね。こんな感じなんですけどね。うん。なんかね、ゴム質じゃないんですよ。やっぱね、なんか石に近い感じの、ちょっとね、思ったら重たい感じのね、あの、質感の、あの、フィギュアじゃないんかな。うん。ちょっとね、これは物の、こう、例えっていうジャンル的な言い方がね、口でこのまですっとで言えないような感じの、 あれなんですけどねはい、こんな感じでね、えー、私が持ってるね、あのこういう動物とか、あの生き物とかね、いろんなものがね、いっぱいありますんで、まあ、ほとんどね、あのダブラしてるやつが多いんですよ。特に主にね、あのさっきのドザドックとか、ほんで、僕がね、えー、と以前何回も紹介させていただいてるそういうものとかね、わざと僕、ダブラしてますんで、まあ、あのそんな感じの動画になるんですけどね、でもあの僕ね、 あの、こうやって出したときに、正直にちゃんと言うてるんでね。あの、あ、これね、ひょっとしたらね、以前言ったやつかもしれないですけど、まあでもその中のね、これとこれとこれは言ったことないんで、とかね。うん。まあ、僕ちょっとおかしなことをしてるわけではないんでね。たまにやっぱいるみたいですね。あの、こう、動画のね、数の投稿を増やしたいからね。あの、そういう。 いくつも持ってるわけじゃないのにね。なんか、あ、これ僕ね、実はい,いくつも持ってるんですよ。とかね、そういうことする人いるみたいですけど、僕そんなことしてないんでね。はい。まあね、それは人それぞれ自由なんで、それがダメか、いいかはね、その視聴者の見る人が決めることなんでね。はい。でね、あの、私のこんなね、あの、動画の内容でいいと思ってくださる方、あの、犬好きの方ですね。動物が好きだったりね。 あの、ぜひ、私の、あの、チャンネルなあごめんなさい、チャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。